皆さん、こんばんは。本日はお忙しい中、川崎市立高津高等学校吹奏楽部第27回定期演奏会にご来場いただきまして、誠にありがとうございます。本日、司会を務めさせていただきます。令和3年度卒業、高木鈴葉です。お聞き苦しい点もあるかとは思いますが、どうぞよろしくお願いいたします。また、入場時の手指消毒及び来場者カードの記入など、感染防止対策へのご協力、ありがとうございました。受付で配布いたしました、感染予防対策へのお願いに従い、本日の演奏会を進行していきたいと思います。引き続き、ご理解とご協力をお願いいたします。1曲目にお送りいたしましたのは、天野正道作曲、レトロでした。この曲は2023年度全日本吹奏楽コンクールの課題曲3番となっており、1970年代後半に流行ったポップスがテーマとなっています。レトロというタイトルの通り、昔懐かしさを感じることができましたでしょうか。指揮は本校吹奏楽部音楽監督高田亮でお送りいたしました。2曲目にお送りいたしましたのは、宮下秀樹作曲ポロネーズとアリアでした。この曲は2023年度全日本吹奏楽コンクールの課題曲2番となっており、ゆったりとした3拍子に疾走感と荒々しさを加えたポロネーズと、願いや祈りを込めて歌うアリアとで構成されています。指揮は本校吹奏楽部音楽講師植松正史でお送りいたしました。続いてお送りいたします曲は、伊藤康秀作曲吹奏楽のための叙情的祭りです。この曲には4つの青森県民謡が使用されており、祭りの持つエネルギッシュな興奮と日本的叙情が感じられます。今回は和太鼓と締め太鼓のソロを入れ、高津バージョンに仕上げました。高津高校の祭り囃子をぜひお楽しみください。指揮は高田亮でお送りいたします。
にお送りいたしますのは、クロード・ミッシェル・シェーンベルク作曲、森田和弘編曲、ミュージカル「レ・ミゼラブル」よりです。レ・ミゼラブルはロマン主義、フランス文学の大河小説です。有名なストーリーの流れに沿って、その壮大な世界観を損なうことなく、凝縮されているこの曲は、登場人物の苦しみ、興奮、期待をリアルに感じることができます。式は植松正史でお送りいたします。
2部1曲目にお送りいたしますのは、昨年のアンサンブルコンテスト神奈川県大会にて金賞を受賞いたしました木管80奏田村周平作曲トゥマルチュアス・エモーションズです。トゥマルチュアスとは英語でざわめいたという意味ですが、この作品においては激しく揺れ動く感情やエネルギー、時折それらと対照的に現れる内面の干渉性などを表現しています。情緒不安定に進んでいく旋律をご堪能ください。
お送りいたしますのは、ベルト・アッペルモント作曲、ブリュッセル・レクイエムです。この曲は、2016年3月22日に、ベルギー・ブリュッセルで発生した連続爆破テロ事件の犠牲者へ思いを馳せ、レクイエムとして作曲されました。作品全体を通して、フランスの童謡、月の光にのテーマが使用されています。式は高田亮でお送りいたします。
活ステーションをテーマにお送りいたします。ポップスステージでは思わず盛り上がってしまいたくなる場面がありますが、最後まで節度を守ってお楽しみください。それでは早速今夜のアーティストをご紹介しましょう。後ろの扉にご注目ください。Thank you.
なんと曲中ではお手製のローラースケートが登場していました。 T-STORM の皆さん、素敵なパフォーマンスをありがとうございました。さて、続いてお送りいたしますのはジャパニーズグラフィティ18アニメヒーロー大集合です。曲中ではたくさんのソリストが登場します。1秒も目を離さずお聴きください。どうぞ。
1960年代から現在までの代表的アニメ主題歌のメドレーでした。世代を超えて親しまれるヒーローたちの名曲、お楽しみいただけたでしょうか。とここで突然ですが、舞台上インタビューをしていきたいと思います。パーカッションの曽川くん、風の噂でお悩みがあると聞きましたが、一体何があったんですか？いやー、3分の練習を通して大声いっぱい出したので喉が痛いです。大声ですか？一体何のことなのでしょうか。インタビューにお答えいただきありがとうございました。この後の曽川くんに注目ですね。それでは次の曲に行きましょうと言いたいところですが、続きは CM の後にお送りいたします。ステージ右側のスクリーンにご注目ください。どうぞ。
それではお答えいただきましょう。正解だと思う数字で拍手をお願いいたします。いきますよ。1番のタモリさんだと思う人。2番のドナルドダックだと思う人。3番のピカチュウだと思う人。ありがとうございます。2番が多い印象ですね。答えはこの後の曲中で探してみてください。そしてスペシャルゲストのステージを盛り上げるために、お手元のスマートフォンのライトやペンライトなどのご準備をお願いいたします。それではどうぞ。おは、今日は来てくれてありがとう。たくさんのお友達が来てくれて嬉しいな。盛り上がっていこう。Thank you.
年一度は聴いたことのあるジャンボリミッキーと吹奏楽の定番曲エルクンバンチェロをお送りいたしました。ソガー君の大声とはこのことだったんですね。大迫力でしたね。そうですね、かっこよかったです。ありがとうございます。続いては2022年を盛り上げたヒット曲がふんだんに盛り込まれた豪華メドレーをお送りいたします。タモリさん、ゲストには今年話題になったあのキャラクターが来てくれるそうですよ。そうなんですか？それは一秒も目を離せません。そうなんです、カラフルな衣装のダンス隊にも注目ですね。それではミセスグリーンバナナの皆さんで J-BEST 2022 J-POP ベストヒッツスペシャルメドレーです。どうぞ。
2022年を振り返った気分になりました。ですが寂しいことに次の曲が最後となります。とここでお時間を頂戴して日頃からご指導いただいている高田さん、上松さんに高津ステーションスペシャルインタビューを行っていきたいと思います。高田さん、上松さん、今まで私たちと演奏した曲の中で一番思い出に残っている曲は何ですか？そうですね、やっぱりコンクールの曲、この前やった、今年度ですね、エクストリームメイクオーバーが印象に残ってますね。はい、ありがとうございます。私たちにとっても思い出の一曲ですね。それでは続いて高田さんにお聞きしていきたいと思います。高津高校の指導員の中で一番印象に残っている出来事は何ですか？今タモさんが喋ったんだよね。ごめん全然聞こえてなかった。ごめん、もう一回タモさん、もう一回。高津高校への指導の中で一番印象に残っている出来事は何ですか？チキショーリハと違うこと聞きやがって。そうですか、この野郎。印象に残ってること、まあのんびりしてるんでね、みんなね、かなり僕きついことをたくさん言って、でもすごいみんな負けず嫌いで一生懸命だからみんなついてきてくれて、うん、非常に楽しい、厳しく、ね、合奏できたのが、まあ、エクストリームメイクオーバーは本当にね、すごい思い出の一曲ですね。すいません、今日普段着で来ちゃって、この後南部線で帰りますから、お磨きしたらみんな白い目で見て、ありがとうございます。ありがとうございました。高田さん、上松さんにもう一度拍手をお願いいたします。お待たせいたしました。高津ステーション最後を飾るのは千と千尋の神隠しハイライトです。綺麗な旋律に心打たれてしまう一曲です。各楽器のソロにもご注目してお聴きください。どうぞ。Thank you.
花束をお送りします。
どうも、すいません、顔なしから人間に戻りました顧問の島田です。ここで一言ご挨拶させてください。本日は川崎市立高津高等学校吹奏楽部第27回定期演奏会にご来場いただきどうもありがとうございました。先ほどの部長の挨拶にもございましたように、本日ご来場の皆様をはじめ多くの方々に支えられて、本日の定期演奏会開催することができました。私からも改めてお礼申し上げたいと思います。本当にありがとうございました。私が話したいことは司会者部長2人がほとんど話してしまって皆様にお伝えすることほとんどないんですけども、少しお話しさせてください。部長のお話にもありましたように、少しずつ吹奏楽の活動も元に戻りつつあります。部長の話にもありましたように、3年ぶりに夏川口湖で合宿を行いました。コンクール前、コロナがまだ流行っている状況の中で少し躊躇はしたんですけども、今年の3年生入学時に休校、そして修学旅行にも行けない、学校行事で神奈川県内から出たことがない、どうにか十分注意しながら吹奏楽コンクールに向けての練習もしながら、その中で何か思い出が残してあげればいいなと思いながら合宿を行いました。吹奏楽コンクールの方は県大会には行きましたが、その次にはなかなか厚い壁で行けないのが結果です。今年今までの高津高校吹奏楽部の中で初めてのことといえばアンサンブルです。昔から高津は薄い演奏が弱い、アンサンブルが苦手でした。しかし初めてです。今年県大会に2チームが進出することができました。どちらも残念ながら銀賞ということで次には進めませんでしたけども、今までの高津にはない次のステップが踏めたのじゃないかと思っております。これを来年以降につなげていきたいと部員一同考えております。また本日の定期演奏会、1年間の活動の集大成です。先ほど高田さんのお話にもありましたように、1部、2部は来年度のコンクールを見据えて課題曲、それからブリュッセルレクエム、こちらの方を演奏させていただきました。そして1部で演奏した、レ・ミゼラブル、これは3年生のたっての希望の曲です。そして3部、新しいことに挑戦しようということで今年はスクリーンを作って映像をやるということで挑戦してみました。最低限のことしか実はできてなくて、もっと大きな計画があったんですけども、それは来年以降の宿題としていきたいと思います。このように定期演奏会どうにか開催することができました。部長の話にもありましたように、私たちは皆さんの心に響く演奏を目標にしております。どうでしょうか、今日の演奏会皆さんの心に響いたでしょうか。どうもありがとうございます。それではもう少しお付き合いいただいて、高津高校といえばこの曲、フィンガーファイブコレクションです。どうぞ。
皆さんありがとうございました。いかがだったでしょうか。ありがとうございます。本日この後高津高校吹奏楽部を、卒業する20名を紹介していきたいと思います。お近くお通りの際は大きな拍手で迎えてあげてください。フルート池野ひまり、
奏会は2024年3月28日木曜日です。皆様のご来場をお待ちしております。今後とも精一杯努力し活動を進めてまいりますので、これからの高津高校そして吹奏楽部をどうぞよろしくお願いいたします。本日のご来場部員一同心より感謝申し上げます。めっちゃうまい。